ソニーショップ清和店長をしております片山です。この商品は何に見えますか？ LED ランタンとかに見えませんか？こちらはソニーから2016年2月13日に発売になりましたライフスペース UX ブランドのグラスサウンドスピーカーというスピーカーになります。はい、グラスサウンドスピーカーがこちらの商品発売される前にソニーから発売になったんですけど、サウンティーナという商品がございます。本体の高さが1メーターぐらいありまして、価格も100万円もするような高いガラス管を振動させて音を出す、まあ、360度音を出すようなスピーカーシステムだったんですけど、こちらのグラスサウンドスピーカーはサウンティーナっていう商品の、まあ、ちっちゃい版っていうふうに考えてもらったらよろしいかと思います。こちらのグラスサウンドスピーカー、高さの方はだいたい30センチぐらい、重さも、990グラムという形で1キロを切っているという大きさになります。持ち運びしやすいし、置く場所を選ばないと思います。電源コンセントでも使っていただくことは可能なんですけど、こちらに AC アダプターの差し込み口がございます。バッテリーも内蔵されております。バッテリー満充電で4時間連続使用ができます。使い方はグラスサウンドスピーカーはあくまでもスピーカーなんで再生する機械が必要です。皆さんが持っておられるスマートフォン、 Android、iOS、iPhone でも大丈夫です。またはソニーのウォークマンなんかでつなげていただくことが可能です。つなげる技術は無線通信の Bluetooth という電波でつなげるという形になります。実際につなげてみたいんですけど、つなげ方はウォークマンの場合、Android のスマートフォン、お財布携帯、またはこちらのウォークマンにも NFC って N のマークがついているものがございます。はい、グラスサウンドスピーカーの後ろにも N のマークございますんで、N のマークと N のマークをくっつけていただきましたら、これで接続が完了になります。もしこの NFC、N のマークをついてないものであっても、Bluetooth の設定画面から接続することが可能です。はい、今もうこれ、SongPal っていうソフトをインストールしてもつながっている状態です。音楽鳴らしてみたいと思います。デモ音楽でちょっと鳴らしてみます。ボリューム上げます。音下げます。すごくないです？これで私はもうちょっと感動しちゃったんですけど。はい、グラスサウンドスピーカーなんですけど、どこから音が出てるかっていうと、こちらの本体ガラス管全体から音が出ております。まず上の部分、パッシブラジエーター、プルプル動くんですけど、こんな感じで、こちらの方が低域の音が出てくるという形になります。あとこのガラスの部分、有機ガラス管、ツイーターという形で、高域の高い音が出ているという形になります。あと、こちら、見にくいな、下の部分なんですけど、中域の音を出している50ミリのウーハーというものが、こちらの、この辺りについています。本体全体から音が出ております。通常のスピーカーって言ったら2本ついてて、まあ、そのスピーカーら前に音が出てくるっていう形になるんですけど、こちらのグラスサウンドスピーカーは本体から360度音が出てる形になりますんで、お部屋の真ん中あたりに置いていただくと、部屋のどこにいても同じようないい音が聞けれるという形のスピーカーです。
操作の方はこちらのスマートフォン、まあ、ウォークマン、今回はウォークマンで説明させていただくんですけど、ソングパルというソフトが入っております。これで曲を送ったりとか、好きな曲鳴らしたりとか、ボリュームを変えていただく、それ以外にも設定のところでこちらのグラスサウンドスピーカーの LED の明るさを変えたり、またはスリープタイマーということで、まあ、何分だったら音が消えますよっていう形の設定ができる。あとは接続の方法、 Bluetooth で接続してあるんですけど、音優先の接続方式にするか、それとも接続優先という形でちょっと離れてるところに、まあ、置かれる方なんかは、まあ、音が途切れたらいけないんで、まあ、そちらの接続優先の方にするのかっていう、その2つが選べれるようになっております。本体の方でも操作することが可能です。こちらの本体の後ろ側になるんですけど、普段は隠れてます。こちらの方に音量の切り替え、ライトの明るさ、こちらの方を変えていただくことが可能です。あとこちらお尻のところなんですけど、これちょっとゴムっていうのかな、音が床に響かないような作りになってます。こういったところはなかなかいいですね。いい音を出そうとしているところがすごい製品ににじみ出てるような気がいたします。さらに音にこだわっていただきたいお客様のためにこのような商品をご用意しました。グラスサウンドスピーカーの下に置いていただくスピーカーボードになります。サウンドスピーカー専用のこちらのボード、こちらなんですけど、ちょっと読ませていただきます。特殊金属とシリコンを4層構造ユニットにし、適切箇所に配置、さらに高級スピーカーに用いられるロシアンバーチ材を1ミリにスライスし、14層にプレス成形、見えるかな、1ミリのものがここにギュッと詰まってます。手作業で作っとられるということです。いい音しますからね。これぜひちょっと待って注文を待っていただく形になるんですけど、よろしくお願いします。いい商品です。